センリさん、どうしたんですか？あ、ドファーさん、実は…何？先月コンサートチケットを買いました。あの韓国のアイドルですか？うん、そうです。でも先月そのチケットを買ったばっかりなのにコンサートはキャンセルされまった。コロナウイルスだからね。そうです。いつかまた来ると思うよ。そうだといい。じゃあ泣き取りを買ったらどうですか？元気になりますか？え、本当に？うん、大丈夫よ。ありがとね。